ぱり合理的な理由がないのに45分も真冬の外で、それは人の行く手を拒んで、さっきも何回も言ってますけど、うん、兄さんが納得しないだけで認められてますので、ね、いや45分は認められてないな、ここまで時間かかるのは認められてない、まあいいよ別に、まあ証拠取ってるからな、うん、別に。お店ちなみにどっちから、どちらからいらっしゃったんですか、それも教えてくれないですか。来てる、来てます、何も言わないんじゃわからないから、他の人映っちゃうから私でいいでしょ。例に例えられてたんですけど、中にその見られたくないものがあるわけですか。そういうこと。ガサ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 見るわけじゃないですか、私たち。パッと開いて見せてもらってね、そういう凶器みたいなものとかね、そういうのがないから確認するだけですから。どうです、ちょっといいですか、はい、お兄さん、なんかでっかいキーホルダーつけてなかったですか。私たちが声かけようと思ったのは、撮った時にこの警察官がなんかウエストポーチについてるなってことで、あ、ちょっと気になるから声かけてみようってことになった。俺なんか話が全然違う、最初とそんな話は初めて聞いたぞ。47分経って、お兄さんがなおさらね、それ待ってたけど全然出てきてくれないし、こっち見てんのにね。で、待ってるじゃん。で、お兄さん出てきたじゃん。で、話しかけたらここにいて、でもいきなり動画回し始めたじゃないですか。なんでちょっと気になってるんですよ。あ、そう。で、結局まあ、お名前とか持ち物を応じてくれませんかってことになってるんですよ。で、結局手帳も見せたじゃないですか。手帳見せてくれたら教えるっておっしゃってたじゃないですか。だからそれはあと家帰って本物か確認する必要は、家帰って本物っていうのはどうやってあれですか。だって今ここで警察官本物、じゃあ警察署行きますか。でもそれ行きたくないんですけどね。警察手帳をどうやって本物かどうか見分ける。心眼なんて分かんないっすよ。寒い。見せてくださいよ。